こんにちは、翔太です。今回なんですけど、今田美桜さんですね、本日までとなっておりますので、こちらやるの忘れないようにしてください。まあ私もですね、もう基本的には全て終わらせましたが、まあ今日だけでできないやつもちょっと一部あるので、それについてだけ話していこうと思います。原稿消費はまあ願い返ししてたら大丈夫、没挑戦は今日こそやるべきだと思うのでやってください。高速戦闘はですね、ちょっと今日今まで一回もやってなかった人が今日いきなりやるってなると30回もできないと思うので、まあ非課金の方だと6回とかになっちゃうことがあるかなと思うので、まあここはちょっと取れないかもしれないですね。で、闘技場も、毎日5回やっていた方は100回到達してると思うんですけど、ここもですね、まあ、今から100回やるかって言われると、ちょっと原本を消費すればいけたと思うんですけど、ちょっとそれは現実的ではないですね。まあ、30ぐらいまでならまだありかもしれないですけど、ここもちょっと注意が必要だったかもしれません。3日目はですね、装備鋳造、これは大丈夫だと思います。今普通にやっていたプレイヤーなら大丈夫だと思います。応募券ですね、これは一気に使うタイミングかなと思うので、まあ、300枚使うの忘れないようにしてください。4日目はですね、装備強化、これはですね、何でもいいです。D 級装備でも何でもいいので、鋳造してしまえばですね、消費したアイテム返ってきますんで、こちらはですね、もう基本的にはサクッと、D 級装備でも強化してですね、鋳造しちゃってください。それを繰り返すことで、仮に強化石一つもなくても銅化だけでできるかと思います。一回でも強化できたらそれ繰り返すだけなんで。で、訓練所はですね、100回突破するの忘れないようにしてください。副将訓練はですね、まあ今からでも、特に、今ブルーヒールドを着てると思うんですけど、あんなキャラクターを訓練したらすぐたまると思うんで、そんなキャラクターが全くいないってなるとちょっと難しくなってくるんですけど、廃課金とかになってくると無理になるのかな、逆にちょっと気になるところではありますけど、これちょっとそこがあるんで嫌ですよね、訓練に関してははい、まあ200回気をつけてください。で、宝石券ですね、これも、まあ、500枚なんで、まあ何個か作ればすぐ達成できるかなと思いますので、まあちょっと今持ってなかったらどうしようもないんですけど、まあできる限り頑張りましょう。6日目の遊歴ですね。これもちょっと課金していても最大6回なんで、今日からやるって方はちょっと6回までしか無理なんですけど、これまでやっていた方は15回できていると思うので忘れないようにしてください。あ、で、これ私まだできてないな。副将育成の方ですね。育成弾使う方、200回までありますんで、まあこれは今オート育成も出たんでかなり楽にできるかなと思うので忘れないようにしてください。7日目、調教参加ですね。これはちょっと今日だけだと5回のところまでしか無理なんですけど、できる限り参加するの忘れないようにしてください。あ、これやってないな。鍛錬ですね。まあ、これも D 級装備でいいので、適当にですね、30回ポチポチしてもらえばいいと思います。まあ、今日だけでできないやつ以外はサクッと終わるようなものも多いので、まあ、私もですね、やらないといけないサーバーとかはあるんですけど、忘れないようにしてください。受け取れなくなっちゃうと、この後 MR 今田美桜さんもやってくるので、忘れないように気をつけてください。これで今回の動画は以上にしようと思います。これからも放置少女の動画を上げていくので、もしよければ Twitter のフォロー、高評価、チャンネル登録、メンバーシップの登録よろしくお願いいたします。